5月5日大一番を翌日に控えたガンバのホームスタジアム、客席で何やら準備をしている人の姿が。よく見ると設営のスタッフではなくガンバサポーター、その数およそ100人。試合前日にもかかわらず何をしているのか。サポーターの方々、カイトアナが尋ねました。何やら、すいません、今これってどういった作業をされてるんですか。これをシートっていうのを各座席の間に全部こうやって入れていって丸めている作業。大阪ダービーということで一番負けたくない相手に対して、やっぱりスタジアムで圧倒的なホームの力、やっぱり選手と一緒に戦っているという雰囲気をスタジアム全体で作るために、僕らも一生懸命コレオとかで作ってます。ガンバサポーターが準備していたコレオとはコレオグラフィーのこと。観客が紙やボードを掲げて模様やメッセージを作り、戦う選手を鼓舞するためのものなんです。コレオを目にする選手は、あれやばい迫力やばいです。いやもう震えますよ。後押ししてくれるなっていうのはあったんで。ガンバ、セレッソ、共に負けられない試合、それが大阪ダービー。1995年から始まった歴史あるダービーは今回で63度目。コレオグラフィーに込めたサポーターの願いは届いたのか。今回のキックオフ関西は大阪ダービーのもう一つの戦いに密着しました。僕らがでも楽しまないと、やっぱり選手たちも楽しまないと思いますし、楽しみながら戦って勝つっていうのが僕らとしての考えとしてはあります。こんばんは。さあ、先日大阪ダービーが行われましたけれど、はい、このコレオっていうのは大久保さんは選手時代は、はい、いやよく見ましたよ、うん、やっぱりこう入場するときに一番最初に目に入ってくるので、はい、あれを見るとめちゃくちゃテンション上がります。サポーターの方100人前日から準備していて、ね、ああやってやってるっていうのも全然知らなかったんで、前日からもう100人でやって、いやすごいな。あれだけの座席に1枚ずつ置いていきますから、ね、めちゃくちゃ大変でしょ。そうですよね。それをねこう楽しみながら、なんか嬉しいですね。さあ、それでは大阪ダービー続きをご覧ください。大阪ダービー当日、試合開始4時間前ですが、サポーター連合の皆さんは他の観客よりも先にスタジアムの中へ。前日夜7時までかかった2万枚のコレオシートの設置が問題ないか、一席一席最終チェックをしていたんです。その後、選手バスがスタジアムに入る時間からサポーターたちの応援は始まります。入場直前、いよいよ今年のコレオをお披露目する時間がやってきました。今年サポーターたちが考えたデザインは太陽の塔とパナスタとエンブレム。自分たちのアイデンティティを詰め込み、ガンバが辿ってきた歴史のデザインとなっています。さらに今年は斜めのデザインにも初チャレンジし、正面からいかに綺麗に見せられるかということにこだわりました。そして素晴らしいコレオで選手たちに勢いをつけます。大阪ダービー当日はガンバエース宇佐美選手の誕生日、さらに J リーグ250試合出場を記念する試合でもありました。前半からダービーならではのバチバチな攻防となり、両者フルスロットル。そんな中、主役が仕事をやってのけます。セレッソディフェンスのパスミスをカットし、右足一閃、待望の先制点を奪います。これ見に行った？はい。めちゃ盛り上がった。うん、すごかった。
ースデーボールですか。いやもうあのいいところにボールが来たんで、あのあとはもう打つだけでしたし、あのチームメイトの思いとか、まあ、全部乗せて打つつもりで、はい、思い切り打ちました。エース自らのバースデーゴールでスタジアムはこの日一番の歓声に包まれました。エースの奪った1点を選手サポーターで一丸となり守り抜きます。そして待ちに待った瞬間が訪れます。5年ぶりダービーでの勝利。味方として見るあのガンバのコレオというのはいかがですか。いや、 やっぱ心強いですし、だから流れ持っていかれそうだなと思った時にゴール裏とか見てると、やっぱこうみんなで手叩いて鼓舞してるのを見ると、今日はすごいパワーになりましたし、この大阪ダービーにかける思いっていうのはすごく伝わってきましたし、僕ら以上にというか、まあ、そのすごく大事にしてるなっていうのを感じたので、いやもうやばいでしょ。もう日本一やと思うし、間違いなくいつもああいうのを見てやってやろうっていう、もう一回あの身が引き締まる思いになるんで、本当にありがたいですね。ああいう素晴らしいものを見せてもらえて、ほっとしたっていうのが正直なところですね。はい、まあ大丈夫かなと思いますけど、まあまあ形にはなったんで良かったかなと思います。ハッピーバースデー。すごかったでしょう。いやもう待ちに待った瞬間ですからね。めちゃくちゃね、はい、盛り上がったし、ガンバのホームだし、あの宇佐美選手、うん、バースデーボールやっぱ持ってますね。ですね、今年入りもすごい良かったんで、うんうん、ね、得点も取って、やっぱ誰もが狙ってますから、誕生日の日、あ、やっぱりそうなんですね。取りたいっていうのは狙いに行くんですか。狙いに行くんですよ。そういう時ってなかなか取れない。あ、だけど取れた時はもう最高です。大久保さんはこう、はい、バースデーゴールとかありますか。うん、僕は何回かありますね。お、僕がセレッソ帰ってきて、はい、淀港のこけら落としでバースデーゴールでした。あ、こけら落としの日が誕生日だったんですか。誕生日なんですよ。本当にまさに全部持ってる人ですね。それ持ってる。もうバースデーゴール、こけら落としで初得点、バースデーゴール、淀港スタジオの一番目のイエローカード俺。このコーナーは直近の試合結果でハイライトと PR の時間が変動するオリジナル企画。試合結果ごとの各持ち時間はこちら。勝利すれば持ち時間3分をゲットできるんです。各クラブの PR を選手自らが行うのも見どころの一つ。8点3の獲得だけでなく、うまく PR できるクラブは、まずはガンバ大阪アウェー名古屋戦。前節大阪ダービーに勝利、勢いに乗りたい白のユニフォームガンバは前半相手陣内深い位置での守備からキャプテン宇佐美選手が素早くボールを奪い、そのままシュート。2試合連続ゴールを狙います。35分には3人目の動きで半田選手がサイドを突破。しかし中央の守備を固める名古屋の前に1点が遠く、ガンバ前半のシュート数はわずか3本だけ。後半ガンバカウンターの場面も5バックでがっちり守る名古屋。しかしここは倉田選手がそのまま持ち込みミドル。攻略の糸口を探ります。一方今シーズンのガンバは守備が安定。名古屋から加入した新ディフェンスリーダー中谷選手が元同僚の快速フォワード永井選手を自由にさせません。集中してました。フルス相手だったんですけど、
改めて、まあ、トヨタスタジアムいいスタジアムだなっていうところは思いながら、まあ、ここで僕は5年半やらせてもらったので、まあ、感謝の気持ちを持ちながらやらせていただきました。すると後半22分、宇佐美選手がうまくバイタルエリアでボールを受け押し込んだのは岸本選手、名古屋ゴールをこじ開けます。僕の目の前にボールが来て、あの本当決めるだけでした。焦りとかはなかったです。なんか無我夢中で、なんか、はい、落ち着いて決めれました。この1点を守り切ったガンバは2連勝。昨シーズン最多失点だったチームは生まれ変わり、この試合でなんとリーグ最少失点の座に躍り出ました。 PR は決勝ゴールの岸本選手。任せてください、一発でいきます。5月19日川崎フロンターレ戦はモフレムデー、モフレムの香りを初お披露目です。香り、先着2万5000名様にモフレムの香り付きフレグランスタグをプレゼント。香り付き、ゲストの吉田沙織さんもモフレムとの共演にも注目です。ぜひ。オーバーで、むずっ、やばい、ほんまに一発勝負やった。続いては京都、ホームでアビスパ福岡と対戦。今日は選手たち、立たせてください、よろしくお願いします。監督の思いを託されたのは、今シーズン初めてスタメンに起用された宮吉選手。1点を追う前半21分、こぼれ球に反応したのは宮吉選手。ガンバ宇佐美選手と同じプラチナ世代、サンガユース出身の32歳の2年ぶりとなるゴールで追いつきます。しかし後半立て続けにゴールを許し、苦しい展開に。その後宮吉選手のクロスがオウンゴールを誘い1点差としますが、反撃もここまで、ホーム6連敗です。でも選手のエネルギーは消えてないと思ってるので、なんとか選手を後押ししてもらえればと、本当に申し訳ないです。京都なかなか厳しい結果となりましたけど、はい、いやそうですね、はい、やっぱ今波に乗れてないっていうかね、まあ張さんもね、やらないといけないことは絶対もうすごいやっぱいい監督なんで、うん、知ってると思うので、はい、大丈夫だと思います、うん、はい、うん、そしてガンバ現在最少失点、すごいですね、13試合で10失点。おお、去年と全然違いますね、はい、去年あれだけ失点して、うん、ね、順位も上がらなくて、うんうんうん、何が変わったんだろうっていうかね、その去年からの変化は何でしょうね。え、まあ、中谷選手が入ってきて、その守備のリーダーができたっていうのも大きいとは思いますけどね、まあ、でも一人一人のやっぱスタートダッシュを決まったんで、やっぱ一人一人の、あ、今年はいけるかも、やらないといけないなっていうのが多分そういうのが出てきたんだと思います。うん、なるほど。ちょっとその前に、あのモフレムの香りっておい、なんだよ、どんな香りなんや、どんなだと思います。初公開らしいですよ。柑橘系じゃない。ちょっと実際にそのフレグランスもらった方、そうね、そうそうそうね、何の香りだったかどこかに知りたいよね、はい、書いてほしいですよね。確かに知りたい、知りたいわ。関西勢同士の直接対決、ハイライトは4分です。首位争いに踏みとどまるためにも負けられないセレッソ大阪とヴィッセル神戸。この大一番に毎熊選手に代わり出場したのがルーキーの奥田選手。その奥田選手は右サイドから中へ入り、ゲームコントロールの役割もこなします。試合序盤からシュートも放ち攻撃を活性化させます。自分がサイドバックやる前がもともとボランチとかのポジションをやってたので、まあ、相手の変化を見ながら自分がこう中に入ったり外に出たりっていうのはすごいこう前半から意識してたので。ヴィッセルの左サイドを得意のパスワークで崩しにかかります。するとヴィッセルの吉田監督、対峙するパトリック選手と本田選手に声をかけます。コミュニケーションがあんまり取れなくて、後追いするときがあったので、そこのコミュニケーションをしっかりと取ってっていうことを言われました。ヒートアップするピッチ上で冷静だったのが山口選手でした。
ポイントとなっていたヴィッセルの左サイドの局面から武藤選手が抜け出し、空いた中央のスペースへ走り込んだのは山口選手。ヴィッセルファーストシュートで先制に成功します。見逃せないのが試合の流れを読む状況判断。点取れるとき多分そういう匂いみたいなのを多分嗅ぎ分けられると思って、やっぱりこの辺にこぼれるかなみたいなっていう、まあ、そういう予測が今日はたまたまあのシーンだったっていうだけの話かと思います。さらに元チームメイトとの駆け引きもあったといいます。リンヒも多分昔から俺のこと知ってるから多分ファンに打ってくるっていうのを予想した中で一瞬動いたから、まあ、最後の最後で、まあ、変えてニアに行けって感じなんで、はい、いやまあ最初ファンに打とうとしてもうパッて目ファンに目向けたんですけど、その時にリンヒが一瞬ちょっと動いたからファンに打ったら取られるなと思って、はい、変えたってことです。この5分後セットプレーから決めたのは守備で奔走していた本田選手。試合巧者のヴィッセルが突き放します。後半開始早々ヴィッセルのエースが貫禄を見せます。ファーに流れた大迫選手が3点目。その後1点を返されたヴィッセルですが、昨シーズン優勝の原動力となった激しい守備を最後まで貫きます。今のチームは苦しい状況でここ誰一人足止めることはないと思って、まあ、それが去年の優勝につながっていると思うので、はい、まあ、その積み重ねが、まあ、今日かなと思います。これぞ王者の底力。終了間際に4点目を決めたヴィッセルが首位浮上です。ヴィッセル神戸と楽天モバイルがコラボした最強キャンペーン、ユーザー限定の公開練習を実施します。次回の開催は5月29日、選手のサイン入りグッズが当たる抽選会も用意予定しています。詳しくはホームページのチェック、吹雪の森でお待ちしております。関西勢対決はヴィッセルが勝ちましたね、はい、うん、そうですね、まあ、セレッソはね怪我人もいましたし、まあ、ごぼう最近乗れてないのでね。ヴィッセルのゴール、気になるゴールありましたか？まあ、山口選手の、うん、最初のゴール、はい、っていうのは、さっきの駆け引き、うんうんうん、このね、ジンヒョン選手との駆け引きっていうのは面白かったですね。確かにこうゴールキーパーが元チームメイトだとこう、うん、知られているっていうのが知られてるから、その裏をかかないといけない。うん、山口選手はその一瞬で、最初ファーを見たときにジンヒョン選手本当に一歩動いてるんですよ。そうですよね。そうだから知ってるからこそ、そこで変えれたっていうのは素晴らしい判断だなと思いましたね。そしてゴールデンウィークからの3連戦、はい、関西の試合なんですけれども、うん、神戸が3日6日11日と3勝、ね、はい、3連勝してますね。この3連戦って選手の中では、まあ、僕もそうやったんですけど、ゴールデンウィーク、うん、わきつい時が始まるなってやっぱ思いがあって、やっぱり日数も短いですしね。そうそう、そうなんですね。疲れも取れない、うん、で怪我人も出てくる、累積も出てくる可能性もあるっていう中で、この3連勝もやっぱヴィッセルはめちゃくちゃでかいですよね、うん、このチーム力っていうので勝ち上がってきてるし、はい、順位もね上がってますから、やっぱ3連勝して、はい、なりましたね。この3連勝、この3連戦っていうのはめちゃくちゃ大事な、うん、試合でしたね、はい、これからどんどん熱くもなってきますけど、はい、ここからっていうのはいやきついですよ、選手は。で連戦でカップ戦とかも入ってくるし、はい、でリーグ戦でしょ、で暑さ、日本ってめちゃくちゃ暑いじゃないですか、はい、あれきついんですよね。やっぱりもう日本のあのジメジメとした暑さはそう、もうたまらないです。大久保さんは何かこう夏場暑さ対策とかありましたか？俺全然ないですなんとなくそんな気はして聞いたんですけど、暑いのは好きでしたから。あで、まあ、試合中やっぱ影引きってのがあるんで、はい、もうフォワードなんでこう自分の動きでディフェンスがついてくるじゃないですか、はい、だから後半の最後の辺とかディフェンスめちゃくちゃバテてる、バテるんですよ。
だからそこまで体力がとりあえず温存しとく。ああなるほど、後半まで温存しておく。そう、絶対バテるから。そうすると普通の動きしてもついてこれないんですよ、はい、なるほど。ラッキーってなって。ああなるほど。だからこれはフォワードにしかできないね相手が疲れるまで温存しておいて、ね、疲れたところを狙いに行く。ドーンって狙います。でこれはフォワードだからできる。ディフェンスはできないですから。嫌なフォワードですね。嫌なフォワードですよ嫌なフォワードで。そうけど、そういうふうにでもやっていかないと、どうしたらきつくないかなって多分みんな考えてる。きつくないように試合を1試合通してやりたいって考えてると思うので、そういうずる賢さっていうのも大事になってます。なるほど、うん、やっぱり他の選手何か暑さ対策したりはするものなんですか。やっぱりもう体力をつけるしかない。やっぱね、暑い時はやっぱみんなその回復の方に回しますよね。やっぱ水風呂に入ってとか、練習が終わったら絶対水風呂に入ってとか。なるほど、それはもう絶対しないといけない。海藤さんは暑さ対策とかあるんですか。暑さ対策ですか。でももう川の中が海の中だもんね。そうなんですよ。学生時代はね、もう水の中にいたんで、暑くなったら川に飛び込むっていう最高だね。暑さ対策ですね最高じゃん。もうぬるい水に入って出ると風でちょっと乾いて涼しくなって。あーいいね。とにかく私の対策は川に飛び込む。対策じゃない対策に何もなってないよそんなプロアマ問わず日本一のチームを決める天皇杯。今日大阪と奈良の代表チームが決定。大阪決勝に残ったのは名門関西大学と FC 大阪を破った桃山学院大学。1点を追いかける白のユニフォーム関西大学は前半16分、川島選手の豪快なミドルシュートで同点に追いつきます。さらに後半3分、途中出場の桑原選手、これが決勝点となり、関西大学が天皇杯への切符を手にしました。奈良県決勝は青のユニフォーム奈良クラブが飛鳥 FC と対戦。スコアレスで迎えた後半8分、左サイドバック下川選手が抜け出し先制します。前半苦しんで、後半またいいメンタルで臨めたから、みんなの、メンタリティが乗り移った1点だったんじゃないかなというふうに思ってます。最後まで集中力を切らさなかった奈良クラブ。1点取ってもそれを守りきって、勝てたっていうのがこの次の試合にもつながるんじゃないかなと思ってます。奈良県代表として本大会進出を決めました。さあ今日は母の日でしたが、はい、うん、大久保さん何か母の日。いや、やってないですね。子供の時はその姉ちゃんと妹と3人で、はい、なんか買い行って渡しました。お花ですか、カーネーション。いや花じゃない、タバコやったかなどうやって買ってたんですかそれ。いや昔は大丈夫だったんですよ。あ、そうなんですか。昔は全然お使いで買えたんですか。スーパーでこれは本当にでも一番喜ぶから。じゃあもう大人になってからお花あげてください。そうですね。じゃあちょっと恥ずかしいと思うんですけれど、はい、お母さんにメッセージをいやお願いします母の日。母の日って何ていうの、おめでとう。いや、いつもありがとう。あ、いつもありがとう。はい、いつもありがとう。恥ずかしいなそれだけですか、しかもなんて言うの。あ、帰り、そう、帰り、私ですか。俺のお母さん。いつも大久保さんにお世話になっております大久保さんを産んでくれてありがとうございます